おっと今日はどうしたんですか、なぎちゃん。知り合いがオフィスビルを経営してるんですけど、うん、空室が多くて困ってるみたいなんですが、うん、どうしたらいいですかね。空室を埋めたいんですよね。テナントさん入ってほしいんですよね、はい、まずそのお部屋、事務所なのか店舗なのか分からへんけど、それが今空いてます、募集してます、誰かに借りてほしい、家賃はいくらです、で礼金とか保証金はこうですっていう、まあ、物件の情報ありますよね。それが叱るべきところに情報があるかですよね。おそらく不動産屋さんに募集の業務を委託してると思うんですけど、どうやって募集してますかっていうのがまず言ってるんですね。募集するにあたっての家賃とか、諸費用の条件、これが値段合うてますかって。例えばここ一坪の事務所あるでしょ、家賃 P 万円じゃないですか。これ家賃ほんだら50万です、借ります？無理ですね。無理ですね、極端に言うとね。はい。で近くに似たような物件ないのかとか、近くになくても駅の方行ったらあるとか、本町とかには似たような物件あるとか、うん、何かしらの手がかりは絶対あるんですよね。そこを情報を整理して妥当な条件になってるのか家賃になってるのかを見なあかんですね。まず募集がされてるのか、募集の内容条件は合ってるのか、うん、そこまでやったらあとは待っときゃ入るかどうか、微妙っすね。やっぱし不動産って、まあ 99% の人は実際に物件までわざわざ来て内見してこうやなこうやなって確認して契約しますからね。内見来てますかってね、そもそもね。来てないってことは何か問題がある。まず募集ちゃんとしてますかって、どういう募集の仕方してますか、内容を追ってますかって、お客さん見に来てますかって、ここまでがまず第一ステップです。第一ステップですよ。この話はね、長々で何か。ありがとうございます。